ニューヨーク共同、米プロバスケットボール NBA、グリズリーズの渡辺優太は4日、敵地でのネッツ戦前に取材に応じ、右手首を負傷したことを明らかにした、練習で知らないうちにひねった、利き手ではない、右手なので大丈夫かなと思いながらやっていたが、むしろ悪化していると話した、2月中旬から痛みがあったという、試合復帰時期については、どれくらいかかるかはわからないが、 良くなるまでという感じと説明した。渡辺は2月8日にサンズから古巣のグリズリーズに移籍した。今季はここまで34試合に出場し、1試合平均3.4得点。